お疲れ様です。ちょっとすっぴんなのでマイメロディーちゃんに隠してもらってます。顔の半分マイメロディーっていう最強の状態で喋っていきたいなと思うんですけど、ちょっと前回そのラメを注文してて、届くの待ちなんで、たまたまドンキ行った時になんかいっぱいいろいろ足りてない化粧品とか、ラメとかいろいろ買ったんで、それをちょっと紹介していきたいなと思います。まずこれめっちゃ、もうまず見た目も可愛いし、 CGM ブリングシャドウ02、これさマジやばくて、あ、ちょっと今塗ってみるか。めっちゃやばいね、自我が。このもう遠くから見ても絶対キラキラみたいな、これ上から塗ってます。最近ちょっとピンク系、これいいよね。上まぶたとここに塗ってキラキラ増してるみたいな。これはピンク語、ピンク系やったから涙袋とかに使ってみようかなと思って、ペリペラ S リキッドシャドウピンクバニラ12、これも見た目可愛いよね。これもほらピンクでめっちゃキラキラやから、一回自分で普通に涙袋作ってこれ塗ってる、涙袋に。でついに買っちゃいました、ホットビューラー。なんかつけまつけるといえども、普通の地まつげが下がってたら白目が濁って見えるらしくて、それをむっちゃん、前YouTube コンビの方でコラボさせてもらったむっちゃんのプロのメイクさんのむっちゃんが教えてくれて、そっからめっちゃ地まつげも必死に上げてます。ちょっとさシワ戻ってきて、はよボトルに行こうみたいな。そうこれも買ったし、ホットビューラーあったかいから、最近寒いからいいよね。もう目も段取ってこうみたいな。でこれ眉毛描きも買ってみた、ペンシルも買ってみた。でまあ眉マスカラ、普通に切れてたから眉マスカラよ。あそう、AZTK 500円のやつ、ドンキの。ちょっと切ったの、すいません、つけまののりがその一回メイクポーチの中で大暴れしまして、それでちょっと汚れちゃったんですけど、こんな色で全部使えそうと思って、全部の色使えそうと思って今これ使ってます。であれも買った、そういえばやっぱ眉、まぶたの下地、これ買ったクリームアイシャドウ、アイカラーチークカラー 24H コスメ。美容は24時間営業ってか、お後よろしすぎっていう感じで、ちょっと深夜2時なのでね、もろもろテンションも低ければ、低いというか低くて申し訳ないんですけど、これじゃあちょっと試してみる。まず塗るじゃないですか。これを全体に塗って薄しちゃえる、薄茶色まず塗ります。でうわいいね、これこの半分に塗るでしょ、めっちゃ弱ない？やっぱ私はさ歌いとかあるから。でもこれね、うわ綺麗綺麗、めっちゃ綺麗よな。この上にこれぶち込んじゃってます、これな、めっちゃな、めっちゃキラキラやねんな、もうパーティーみたいな状態、キラキラの。それがめっちゃ好きで、まぶたもパリピっててほしいからさ、ほらわかる、こっからでも伝わるというか、地がらめがめっちゃ好きやねん、自我祭りみたいな、もう私を見てみたいなラメな、もう金や、なんかそれが好きやねんな。めっちゃほら光るくない、
やば、めっちゃ可愛い。で、あれも買った。スーちゃんの、コージードーリーウィンクスティックラメシャドウダスティーピンク、なんか涙袋専用みたいな書いてて、そんなんあるんやと思って、涙袋用アイシャドウみたいな書いてたから一回塗ってみましょう。だからなんか私結構白の涙袋ちょっと白に寄せちゃうんですけど、ピンクの涙袋はなんか初めてやったから嬉しい。これも買ったよ、シングルアイシャドウ17ピンクランウェイ。まぶたの上歩け、ほんまに。これはルーティスアイシャドウ、アイシャドウレフィル、ポッピンダイヤモンド 1g、 通称1ギャル。1ギャルなんやこれ。あ、なるほど、このプラスチックになってるんや、入れ物が。だからこう安くていけるんかな、お値段が。濃い色好きや。何これ、海やん、もう。あ、調子いった。うわ、もう良さそう。ついにこれする時が来たか。私もピンと合ってない、ピンと合ってないぞ。何これ、ピント合わへんねんけど。言うで。ピント。いや、私が消えたらいいんかな。どうやってピント合うの？あれ？何これ？とりあえずつけてみよう。うわ、よさす、うわー、見てこれ。またこっちのラメ感とまた違うんかな。見てこれ。ちょっと待って、私の顔は見ないで、まぶただけ見て。今悲惨な状態。見てこれ、やばない？めっちゃ綺麗やん。分からんけどここにも塗ってみよう。もう今日はラメ試すだけやから。ほら、めっちゃ綺麗じゃない。じゃあピンクランウェイ行く。うわ、これ見た目も可愛いな。これ見た目がさ、良くない？どうやってピント合うの？もうええって、このくだり。この辺の見える？え、これってどこに塗ったらいいんやろ。ピンクランウェイちょっとまぶた歩かすわ。まぶた歩かします。うわうわ、歩きすぎた。ちょっと歩きすぎましたけど、むっちゃすごい。うわー、綺麗、すげえ。うわ、さっとこう、なんやろ、細かい粒で、ほんまに。ほら見て、すごっ、なにこれ。うわー、見て、ほら、むっちゃ発色すごい。うわ、見て、ほら、もうほら、あ、だからランウェイみたいになるんや、塗ったとこ。ほら行くで、ほら。山田優さん、ここ歩いて。ねえ、すいませんけど怒られるかな。これも買った。なんか安かったん。待って、これ。そう、もうとにかくドンキって硬いんですよ。とにかくあのびっちり締めてくれてるから、もう自分の手ではもう開けられへんねん。もうとにかくびっちり。あ、開いた開いた開いた、奇跡起きた、開いた。え、なんか開いた。嘘やろ、ドンキでこんなすぐ開くことなんてない。いつも力任せに開けてんのに。嘘、開いた、よっしゃ、マジかよ。ほら、まだあるで、言っとくけど、そんなそう簡単には開けさせてくれませんよ。開け、ごま油美味しいよねって、何にかけても。開いた、よし。ほら、なんかさ、ブラウンがさいっぱいあったから、マイレディアパレット10、今満席で、ちょっとまぶたが
ちょっと待ってな、これ一旦ちょっと満席なんですよ今。申し訳ないんですけど、もうラメでいっぱいいっぱいで、すいません。またどっかで動画で、はい、出させていただけたらなと思う。すいません。なかなか満席で、そうなんですよ。今、ここも渋滞できてて、すいません。ここもね、並んでもらってて、今、ラメに。すいません。こんな感じで、ドンキでいろいろ買いました。また買ったらなんか、いろいろ試してみたいなと思います。おやすみ。おやすみランダカー。たまさたばさ、誰か皇帝。それでは。